やめチャンネル TV 始まるよ。皆さんこんにちは、ヤマチャンネル TV のヤマケンです。ドラゴンクエストビルダーズ、はい、今回も続きやっていきたいと思います。どっからだっけ、キビの種をね、いっぱいもらってきたと。で、今は5種類の種を植えなきゃいけないと。で、2つは小麦とキャベツはもう作っていて、今キビの種見つけてきたので植えるんですけど、なんか特殊な植え方をしなきゃいけないと。水の中に畑を作る。水の中し、難しいな。はい。乾きの壺は大丈夫。R2 で組んで、R2 で流すんでね。それやった。あ、長押しするとさらに、あれなんだね。はい。水の中に畑を作ることになるんでしょ？一番低い土地か、ブロックで囲んだ土地に、わかった。あ、じゃあこれなの？作って意味なかったってこと？あ、新しく作ろっか、畑。ここでいい？いっか。あ、でも待って。いいや、ここに作ります。こういうことだよね。よし。こう下土？土になってる？せっかく作ったのにね。あ、そうか。あ、でも一回かかし取るよ、皆さん。あれ、合ってるよね、これでいいんだよね。水の中に畑を作るんだから。あ、だからいいんだよね、協力してくれてるしね。これここの柵いらなかったかな、別に壁でよかったのかな。いや、早く壊してけって話だよね。なんでやめちゃったの、なんでやめちゃったの、あんたたち。ここだよね。あ、やばい、出れなくなっちゃった。そっか、ここはもうしょうがないってこと。こうなるよね、絶対。あ、もう寝る時間？寝よう。寝よう。あ、なんかこの野菜ジュース濃いな、味が。ね。あ、寝てもハート出るんだね。はい、ここちょっと耕して。くんない？くんないね。どうした？どうした、みんな。あ、朝ごはん？朝食中？少しパンあげようか。キャベツばっかりさ、青虫じゃないんだからあれじゃない？よしよし、じゃあちょっと作っ、あ、小麦がない、小麦がないよ。
いっぱい収穫しちゃったからね。あんまりなんか取りすぎちゃいけないみたいな言ってたから。よいしょ、あ、落ちちゃった。もうここはこういう形だよね。ここすげえいっぱいハートあるね。はいはい、ここにもう一個あってもよかったかな。キャベツ、よし。でみんな何やってんの。あ、なんか飯食ってる。ここ通路であってほしかったかな。ここもここもピッチリすぎかな。倒れそうだ。ピッチリすぎ。ちょっと20個余ってるから。うん、なんか上んつったよ。あ、ドルなくなっちゃった。あとここの水飲み場すげえ使い勝手いいよね。あ、耕してる耕してる。もうちょい早く早く早く、やんなきゃいけないんでしょこれ。これか、耕してからでしょ。 あと2個、あと1個。はい、じゃあ行きます。はい、これで植えるってこと。あ、違う間違ってたら元に戻すのすげえ。何、全体から漂う農園臭。農園臭、あ、違う話やんた。ねえ、お風呂作れ。じゃいいけど、じゃ今それどこじゃない、それどこじゃないのよ今。やっはー、やっはーじゃなくて、ちょっと待って、これ間違えてんのこれ。なんか違う方向に話いっちゃってるよ。な、もう何、うん、はい、五右衛門風呂作ってあげれるよね。いや、だってもう聞いたよ何回も、うん、水の畑ってこれでいいんだよね。もう植えてくよ。ダメならもうぶっ壊してまた種を取り除いてきていいんだもんね。本当はこの階段どこにもさ植えられるからさ、階段2マスだけ本当はあっちに畑を作るべきなんだろうね。ただここもういっぱいいっぱいだから。あれ、急にやったとか言い出したよ。何、どうした、え、目出てないよ。なんか間違えてんじゃん、目出てないよ。あ、マギちゃんも来たよ。キビ、サトウキビってことこれ。キビを両耳に刺して寝ると鼻からキビが、そういういいのよそういう小話みたいなのね。そういう小話、滑らない話、それマギちゃんの滑らない話ね。あ、目出てる、これか。じゃあいいんだいいんだ。もう怖い本当に。バン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 植えてきます。
あ、種植えたらもうそれでカウントされるんだね、あれね。あ、そうだよね。じゃなかったら別にキャベツばっかりずっと収穫待ってりゃいいんだもんね。そっか、収穫の数じゃなくてこう種植えた数。じゃあさ、小麦とかあるじゃん、これも植えりゃ。あ、待って、これダメじゃん。あ、ちょっと何やってんのよ。ちょっと待って、もう。ああ、違う、ちょっと土どこ行った。ここちょっと耕してほしいな。ここだけさ、こうしなきゃダメってことだよね。あ、すみません。で、こういうことだよね。ほら、増えてるもん。あれ、キャベツの種なかったっけ？キャベツはもうないのか。で、これで、じゃとりあえず一旦 OK と。で、風呂作れって何よ。風呂入る？あ、ここに作る。じゃあちょっと高い方がいいじゃん、お風呂は。なんかさ、お風呂だからさ、あの高台の方がいいのかなと思って、例えばさ、だってここに囲い作ってお風呂作ったってさ、ここ来たらなんか見えちゃうじゃないですか、こっからこうやってね。だから高台にあった方がいいのかなと思って、ちょうどここ高台があるんで、ここ利用して作っていこうと思います。あれ、よ、あ、泥がないよ。あ、土いっぱいあるから土でもいいか。地面はもうめちゃくちゃだよね、こうなってくるとね。あ、草原のあれ作ってくんないかな。で、ここだから高さ合わせないことには、あれ、何、よいしょ、あれ、これ2マスずつ、あ、2マスずつになってんだ。どうしよう、物があんまないからとりあえずここまで、これ揉めたりしながら、あ、登れなくなっちゃったよ。高さ合わせないと不便だよね、町としてはね。あ、でもこれ高台だからあれか、あんまり高くしても意味ないんだ。はい、じゃあここに、このキワキワのとこに、よ、これでいける？あー、結構めんどくせえ。あるかな、あるよね、木はあるよ。これもある。まず右半分がこいつ、2個ずつかな。ピンピンってなれば当たりだから、ここまでだよね。あとここか、これか。で、こっからこれ、まあ、場所的にはここでちょうどいいよね。あと遠いか、でも宿やから丸裏、あっちが宿屋だからね。で、あと何がいるの。のれん、え、何これ、壁掛け、トーチ、椅子、壺、あ、もう全然わかんない。あ、これ出てるよね。あ、これ、あ、これか。椅子はあるけど、あと他はもうない。椅子どこ、椅子、丸太の椅子、ここだ。あ、違う、これ、え、椅子どこ、丸太の椅子、あ、ここじゃん。よし、こっちだ、こうだよね。で、あとは作っていきます。
これが1個、これでいいよね。ちゃんと何がどんだけ必要って出るから作れない。泥がいる、泥がいる。これ1個やばい、泥取ってこよう。はい、じゃあ泥とりあえず高さ合わせりゃいいんじゃない。どうしようか、ここをさどういうふうに、これなんか部屋みたくなってるよ。よいしょ、空腹です。まあいいか、とりあえずこうやって、もうこうやって進もう。で、これが3つね。あれ、これで完成？あ、なんかいろいろね、こうやってなんか難しいね。はい、とりあえず物は多分揃ったと思うので、ここ後で階段とかで綺麗にすりゃいいよね。じゃあ風呂をまず、ここか、今こうだよね。ここだよね、こうか、よし。で、あ、たらいがここにある。で、なんか袋、これこれこれ、ここじゃない？よっ、ほら来た。で、たらいたらいたらいだった？たらい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 、タオルタオルタオルだ、先よいしょ。で、あ、扉がない。なんで作ってる最中に入ってんの、あんたねえ。あれ、壺は？壺ここだ。もう完成したの？壺いらない？一応置くけど。だ早いのよ、入んの。並ぶの？やったーとかないの？あ、壁掛けトーチがない。壁掛けトーチ、あ、だ完成してから入んなさいよ。つ、ここでしょ？で、あ、ここかよ。シャコちゃんの入浴シーン見れんのこれね。いや、完成させようね。オッケー、完成。おお、すごい、よかったでしょ、お風呂。編集なのかな。お風呂を覗いても許しだけとか言うんじゃないのよ、そういうこと。うっそーって、もう、うん、ちゃんと覗けない位置に作ったんだよ、お風呂を一生懸命。バスタオル、バスタオルを、あ、何これ装備品だって。誰が父だって話だよね。急に散々文句言ってたのに、最初の方。あ、仲間増やす、まあ、また金鳴らす。もう行けた、オッケー。あ、来た、ヤマケン様。様って言われてなんかくすぐったいね。戸惑いの連続です。うっすら笑みを浮かべながら物を作って、ハーゴン兄弟、いいんだよ、もう抜けちゃいな、ハーゴン兄弟、ハーゴン兄弟って、ハーゴン兄弟ね、やらしい。そんでこれ読めないよね。小麦を、あ、そう、パン作ったよ。あ、パン作れ、はい、どうぞ。
いいよ。くれるわねもおかしいけどね。ね、君たち。あら、野菜炒めも作ったよ。おう。みんなそういう感じなんだね。いい家。野菜炒め？あ、違う、ちょっと待って、特別な部屋があれば料理を作って提供するわ。うん、小麦袋3つ、巻き材2つ。あ、あの部屋でいい？あの部屋少し改造するから。あ、ちょっと待って、なんだっけ、小麦袋3つ、焚き火はもうあるんだよね。で、これ1個でいいんだよね。で、これ1個でいいんだよね。これ3つだよね。小麦がいるの？あ、もう夜になっちゃった。何してるの？あんた。あ、これ待って、1個ずつ頼み聞いていかないと分かんなくなっちゃうんだよね。よっ。あ、ここさ、ここはもう意味ないってことだよね。もうあんまり。よっ、小麦袋3つ。よいしょ。ここじゃない、ここじゃない。4つある。とりあえず3つ置くね。3つ置く。で、巻き材で、ここに収納。これダメ？ちょっと多い。いいの。焚き火はね、おまけして10個になってますけど。あれ、お姉さんどこ行った？この子。あ、巻き材2つなんだね。ちょっと狭いんだ。じゃああと1マスあったらよかった。ああ、まあいいや。やって、そういうの。巻き材もう1個ね。どこに置こっか、巻き材。よっ、ここでいっか。これダメ？あ、行った！オッケーオッケーオッケー、よかった。あれ、あの女の子は？あ、ここだ。燃えてる燃えてる燃えてる。あ、私、あの、そのこの2人でちょうどいいバランスなんだね、この子たち。お料理作りたいです。あ、すげえ助かるそれ。オッケーオッケー、全然いい全然いい。もう料理長だね、なんかね。すげえ楽じゃん。もうこういうことやんなくていいってことでしょ。これとりあえず取るけど、俺が作ってたやつだからね、邪魔になっちゃうから取るけど。だったらここのさ、ご飯作るとこの床もちゃんとした床にしたいよね。もうキリがないけどね、そういうこと言い出したらね。ちょっとこれ飼ってった方がいいってことでしょ。ちょっと待って、やるだけやる。そんなね、なんかあの別に山家殿様じゃないから、そんなパチ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 素晴らしいですみたいな、やんなくていいですね。収穫してるだけなのに。よっよっ。でもさ、あと100個種が必要ってことだよね。すげえ先長くない？
違った。で、ここの箱にこれを入れときゃ、あ、やばいやばい、来た来た来た、うーってあれお化け、あ、よかったー、ベッドまだなんとか足りてます。あら、指導が仲良くしてる。で、何すんだっけ？これ何なの？よし、いいんだよね、別にね。なんかっぽいけど気にしなくていいんだよね、多分ね。違う、この、そう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 、どうしようかな。お風呂だけ高台にする？ここら辺全部、ここら辺だけお風呂にして、後で考えればいいかな、それは。難しいね。ここもう一部屋、なんかお風呂の隣になんか作る？こんな感じで。この部屋もいいよね、いらないよね。早くお願い来ないかな、誰か。ここでいい？お、あ、違うか。これでいいか、じゃあ。あ、もう間違えた。まあ、見て、高台できたよ、高台。高台わけわかんなくなってきたね。よし、まずパン食べよう。パン食べるでしょ。で、さすがになん、あれがなさすぎなので、ネタがなさすぎなので、これね、泥、もう超うるせえ、あいつ一匹だけ。ナイス指導。あ、そうだ、新しい武器買わなきゃ、買わなきゃって倒しなさいよ。よしよしよし、倒してもらっといて、倒しなさいはないよね。危ない。ちょっと、ほんとうるさいね、あいついるとさ、その素材集めみたいなのが全然進まないよね。スライムとかだったら近づかないようにすればまあいいんだけど、ワンもいんの？ワンも来てんの？あんた今度来るようになったの？名前ワンにすればよかったかな、わかりやすいから。よし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 、来たじゃん、あいつこっちまで。あいつらの寝床だったのかな。それを開発しているから、なんか怒って攻めてきたのかな。人間の身勝手でね、勝手に環境破壊をしてね、お前らは素晴らしい町を作るんだろうけど、ここは俺たちの住処だったんだぞっていう、ね、あるいはそうかもしれません。
話してんだろう。とりあえずまあまあここだけちょっとでも枯らしてもらってもうここで終わりなので、これでいいじゃんね。ここビーッとりあえずビャーッ、あれワンはもうずっとついてくるのかな。ワンっていうかハーゴンね。ハーゴンっていうとややこしくなる話がね。よしよしよし、え、なんか見っけた。あれワンどこ行った。あ、いたいた、鐘鳴らすんで、あ、もう慣れせんのかな。あ、あと10ってなってる。だからなんかしようと思ったんだ俺。お風呂だからここか。ここは高さだから一段差にして、だこれでほら、まあ、階段置くんだけど、どうしようかな、高さどうすればいいの。ここで合わせる？こっからこっちはもう一段とかで。これでどう？これでどう？って誰に聞いてんのって話になるよね。まあ見てる皆さんと自分自身への問いかけなんですけど。これでどうだろう？ほら、こっちから半分。で、ここはもう高さこれ、ここ埋める。ちょっとまあ泥が残ってるので、これでさ、とりあえずこのチャコの町は良くなったんじゃない。ただなんか多分ね、指導が何言いたいかっていうと、何やってんのお前っていうね、そういうことだろうね多分ね。今それやってる場合っていう。仕事だったらクビになるパターンかなね。全然関係ないことやっちゃって大喜びしてね。まあ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 、終わりだからこれで。はい、来た、これでいいんじゃない。でさっき思ったのがね、さっきっていうかこう置いていいのかな。ほら、こうすればさ、落ちないじゃん、町から。3210987654321、足りないんかい。まあいいや、これで。で、階段作るわ。階段。木の階段だっけ？あと木の棒いるね、一応。こうってくっつかないのかな、こうして。あ、いいんじゃない。ほら、いい感じじゃない。ここはまだ後でね、めんどくさいから。で、こういうことですよ。できた、こんな感じでいいんじゃない。で、ここもなんかで登るんだったら一応足んなくなっちゃった。はい、来た。あ、ここはでも壁作るのか。壁作る可能性あるからいいのか。じゃあとりあえずこれで
あれなんで俺種持ってんだっけ。三つちょっと植えていくんだけど、その前にここだけね。まあ、ここはまだちょっとね作れてないので、よし、これちょっと待って、始まってから何にもまだ進んでなくない？私の願いも聞いてください。この地の住人の幸福のために、壺とタオルの超小さい部屋、超小さい部屋って何よ。壺とタオルの超小さい部屋、 OK、 ここ作る。じゃあ高台なんかとか余ってるちっちゃい場所みたいなのあったっけ。ここに作ろっか。あ、ここに作ろっか。ちょっと思いつかないな。これ壊せないんだよね。じゃあここに作るわ。で、このツボとタオル作ってこなきゃいけないか。こんな部屋でいいんじゃない。木で作ろうと思ったけど、いっか、トロフィー。ん、これでいい。届かないじゃん。ツボとタオルね、オッケー。えい、タオル、扉、あ、こんなのあんじゃん。開き扉なんだもん。8個あるのかな、これ。お得な気分です。こうか。ほら、ちっちゃくない、部屋。きた。高さ合わせようか。で、壺と入り口の方がいいか。トイレね、トイレ完成。そんな登り方すんの。上からトイレ丸見えになっちゃうのか。まあいっか。あれ用のトイレって言えばいいじゃない、別にね。あれ用とかじゃなくて、あれを促すらしく人目を盗んで外であれをあれするのやかましいわね。トイレでいいでしょうよ。ちゃちゃ、もうだいいのこういう話ね。変態の話になってるよ。ズボン下げたところでチャコ殿とね、クソやかましいですね。はい、まあ、どうぞ。壺にあれが残る、なんか嫌な話。ここでもよかったのか、扉でこう入って、あ、知ってる。扉こっちの方がいいかな。あ、でも広くなっちゃう、ちょっと。受け取るってあるよ。人のうんち取っちゃった。もうめちゃくちゃだよ。もうここでいいよね。これトイレだよね。あ、できた。この方がなんか見た目良くない。あ、そっか、鐘鳴らすんだ。あ、無駄になってるな。よし、はい、はい、行くよー、みんな行くよ、かーんね。
やーっと3まで上がったよ。やったー。あ、種まきする？やったー。あ、だからだんだんこうやってヤマケンのやることが少なくなってくるってことだよね。で、みんなヤマケンがいなくなってもこの町が発展できるみたいな。何？あんまり、まあ、ベンチとかいるか。あ、そうなの。と、あ、尖った丸太をここに置きゃよかったのかな。いろいろ、そっか、いろいろできてから作った方がいいんだね。仲間に入れて、はい。でもまあまあいい街でしょ。うん、なんだお前急に来てねえ、教団の皆さんって。指導出番だよ、指導出番。こういう時こそ指導出番ね。畑、なんでよ、畑耕すの。だこの泥を減らしたいよね。あと見た目。あ、ハートなくなっちゃってる。あ、あるか。あれ、こんなもん。ハートどうなった。あ、ちょっと増えてるか、大丈夫だ。あれ、何すんだっけ次。これか。はいはい。種まき、どうぞどうぞ。あれだね、農民 ABC だね。はい、リーダーが必要だ。リーダーはもうお前かい、お前かい。ヤマケンがやってくれって言うんじゃないのね、普通ね。もし、まだチャコちゃんでいいんじゃない。雰囲気だけのヒゲに、雰囲気だけのヒゲね。悪口の天才ね。すげえ正しいこと言うね。チャコちゃんだから。おお、そうだね。あれ？お、また成長する？ちょっと渦がついたのかな。そうだよね。大爆笑されてる。大爆笑されてますけど。さあ、ヤマケンさん、大事を立てるお題の作物はあと2つ。そうだそうだ、忘れてた。じゃああと2つ見つけちゃおう。もう誰に話せばいいの。あとここさ、ここさあ、いいか別に。はしごいるかな。一番細かいことを気にしたのはヤマケンだけどね、こうやってね。こういうことやっちゃうからね。これでどうだ。でもこれでいいよね。綺麗だよね。ここなんか水かなんか流すのかな。違うかな。なんか最初から空いてたんだよ、ここ。あれ？で、誰に話せばいいの？一旦寝る？夜だから一旦寝よっか。あ、キビ収穫したいな。
これも焼いたらなんかできるのかな。一回焼いて作れば誰だっけ、あの女の子たちがね作ってくれるので、あ、作ってくれてる、ほら。で、1個作んないと作れませんみたいなこと言ってたから、じゃあこれで1回寝よう。あ、またベッド買わなきゃっていうか作んなきゃダメだよね。この寝てる音楽の隙に飲み物を飲むっていうね。ベッド作ろうか。あ、なんか卵できてる。卵？あ、飴だ、キャンディ。そうだよね、キビだもんね。キビしまっとく。ほやし、やだな。じゃあ小麦3つあるから植えますね。お、なくなっちゃってんのかな。どこだっけ。あ、これか。減ってない？減ってないかな？そんなわけない？で、どうすりゃいいの？どうすりゃいいの？積んだよ。あ、わかった。なんか、そうか。見て。あ、調子乗った。調子乗った。あ、大丈夫？え、どっから行くの？これ。クライミング？クライミングタイム。クライミングタイム。早速いけないっていう。だからこれ泥どんどんなくなっちゃうから、取っておいて取っておいてのがいいんだよね。これ、ほら見て、これ、ほら、この間編み出した技よっ。これ6000画罰ぐらいもらえるんじゃない、この技。あ、みんな知ってんのかな。当たり前の技かな、これ。下に置くっていう。6000画罰とかあったらなんかソフト1本もらえるよね、きっとね。話が古すぎてわけわかんないよね。やめまーすね、そういう話。あのファミ通の話ね。裏技乗っけると応募するとなんか裏技の内容に応じてポイントがもらえて、それでなんかゲーム本体とか、だから PC エンジンとかすげえ欲しかったな昔。これなんだっけ、そもそもなんかあれだっけ、敵じゃないけどなんかリリパッドに会いに行けみたいに言われたんだっけ。メギラになんか、あぶれ、会うときに、今なんか下っ腹がふわっとしたよ、怖かったよ。その時になんか、そう、この人の話になったんだ。おお、人間、教団の信者にしちゃ生き生きした顔だな。教団じゃないんだな、これがまた。ものづくりが得意なら一つ頼まれてくれ。俺はリリパッド族と腐った土を緑の草原にしようと地道に。ああ、偉いね。あ、ハーゴンに取られたんだね、マドハンド。マドハンド？どこにいんの？マドハンドなんかどこにいんの？え？何言ってんの？ねえ、指導並みに今口悪くなってる？マドハンドに奪われました。で、マドハンドから取り返せってことでしょ？だからどこに行くんですかって話だよね。もうわかんないじゃん、探す？オークだよ、あれ。ここ何？なんか立派なものあるよ。あ、間違えた。もう何してんのさ。そうだよね。
敵だよね。オーク強そうだから。マドハンド？ちょっと待ってな、この辺強いのいっぱいな。あれなんかカニいるよ。わけわかんないぞ、マドハンドが見つかんない。なんかいろんなのあるよ、ここ。これ木壊せないの？あ、壊せる。ルナ原木。なんかいろんなものあんね、これ。あ、ここ壊せないんだ。あ、これ？あ、ナメクジ？あ、違う、マドハンドじゃない？これ。すげえ、これ。あ、あった、あったあったあった。マドハンドってさ、あの、一回戦うとなんかボン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 仲間呼ぶよね。マドハンドは仲間を呼んだ。マドハンド B が現れたみたいなさ。とりあえず取ったよ、6個。あ、強いな、強いなって。これ葉っぱだ。あ、カニ取った。どこだっけ。あ、そこだ。あ、宝箱発見。やった。ここを草原に。あ、ここすごいじゃん、これ。よいしょ。お、綺麗じゃん。変えたよ。あ、あのミミズいっぱいいたんだ。あ、団子作れるじゃん。この島はリリパッドとオオネズミ、人間、オオミミズ。あ、そうなんだ。イニシエのビルダー、一言多いね、一言多いのね。あ、オオミミズいるよ、うちに。リリパッド軍団は仲間になってくんないのかな。お、団子来たじゃん。宝物だったんだよ、これ。ミミズン、ミミズンだっけ。直してあげたいんだけど、素材が足んないわ。あと2個だけね。こけたらよかったね。まあいっか。え？こんだけの話？これ欲しいな。料理焚き火取ったよ。料理焚き火なんかなかったよね、うちにね。あれ、戦ってみよっか。あ、待って、武器作ってなかった。一旦帰ります。とりあえずこれでびっくりマークは全部消化で、あのうちの村人たちの願いも完成と。これ指導？こっちだよね。あ、2個しか作れない。1個は装備、じゃあ1個はで、あの子、女の子。ジバコ、ジバコ、ジバコどこ行った？あれ？どこ行った？あ、ミミズなんかある。はい、
リリパッド、あ、そう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 、じゃあそんなことない、そんなことない、そんなことないから、悲しい話になっちゃってから、悲しい話になっちゃって、あ、そうなんだ、分かった分かった、作ります。服で拭けばへっちゃらさあるかな、誰かしたかな、あ、いっぱいある、いっぱいある、あ、あれがない、とりあえず1個だったらすぐ作れる、あいつにあげればいいのかな、はい、作ったよ、作ったよ、置きゃいいの、どこだろう、この辺かな、草原、まあ、端っこから、ここが端、もうちょっとずつ、まあ、緑にしていきたいよね、でもね、この汚いもんね、紫、やってくんないんかい、この味だよ、この団子があれば僕いくらでも草原を作れる、あ、びっくりした、あなたのうんちですね、あなたが破壊したんだよね、もともとね、お花だ、このミミズンが仲間になってこっちに来てくれれば、あの空っぽ島に来てくれれば緑がいっぱいできるということだよね、あ、ちょっと待って、だから武器、あー、あれ持ってきたらよかったな、とりあえずメインはあんただよね、よいしょ、ちょ待ってちょ待って、こいつこいつこいつって言ったらダメね、この方、あれ、あ、ジバちゃんは、で石の剣の余ってるやつを、あ、もうわけわかんない、ちょ待って待って、一回装備取り出すか、新しく来た農民たちいたよね、農民 CD とか、あ、誰もいない、戦う、あ、 D、 あ、元気な人が戦うってことだよね、多分、あ、あなたはいいの、武器、あ、あなたはいいの、じゃあこれでいこう、やだな、せっかく綺麗にしたのに、武器渡したよ、よし行こう、いつものあれかな、正門かな、あ、来た、正門だ、ここほら木にしたからさ、そう簡単に壊せてる、壊せてない、ちょ、壊されて、やべやべやべ、もう入られたいじゃん、簡単、あ、こ、もうすげえ苦労したんだよこれ作るの、あんたたちいや、やられちゃった、やべやべやべ、やられちゃった、やられちゃった、やられちゃった、見てなかった、 あいつなんか必殺技やってるし、え、セーブしてないよ、あ、バトル前に戻るんだね、あー助かった、これいるね、これもう今使った方がいいのかな、よそうだよね、最大ヒットポイントが上がるんだもんね、で、パン食っとこう、これに行こう、よし行こう、あ、なんかさ防御力2アップするやつ作んなかったっけ、作ってないんだけど、なんかあったよねそんなの、まあいいや、戦おう、壊すのほんとやだ、せっかく作ったのに、
で、これ、あ、36番、やばい、36。うわ、すげえめんどくせえ。なんかエグラで壊されて、やばいやばいやばい。そっち気にしちゃダメなんだね。だからね、ヒットポイントを見ながら倒して倒して、一匹ずつ倒していこう、一匹ずつみんなで倒していこう。その方が絶対いいから。ここでいいな。はい、オッケー、オッケーじゃない。でーかっ、ナメクジ、あ、やばい。あれないのかな、薬草みたいなのね。やばいやばい。ビビってるビビってるビビってる。あ、パンダもちょっと回復するんだ。ほんのちょっと、でもほんのちょっとだ。多いよ多いよ。あ、やばいやばいやばい。あ、こっち味方。どうすれどうすれいいの。やばい、次からったらもうやばいってことだよね。消極的な戦い方になるよね、それ。あ、これもうすぐ倒せるんじゃない。よしよしよし、倒した。あ、倒れちゃった。じいさん、パン食べないよ、パン担ぐよ。よし、お前お前、ベッドに寝かせんの。ベッドないんだよ、ここで。ちょっと、あ、よかったよかった。うん、危なかったよ。めんどくさい、うん、急に何始まってんのこれ。ドーンと振り落とすと、四角 R2 を押しながらちょっとやってくる。イエーイ。指導、あ、これを早く持たせよう。忘れちゃうよね、いつもね。イエーイ。ね、あなた説得してよ。副総督なんだからさ、ほとんどの仲間はあのハーゴン教の人、仲間できんじゃないの。あ、出た出た、泥団子みたいなやつ。ビバ番号を、あ、ビバ番号に説明するってこと。そうだよ、ビルダーなっちゃいないよ、もう考えとこう。オッケー。ちょっと待って、扉落とした。これが先だよ、とにかくこれね。で、派手に壊すね。で、ここ泥の方がいいよね。ほらほらほら、やっぱり攻撃してくるじゃん、扉ないと危ないじゃん。どうなっただっけ。こうこうで、ここ階段。あ、階段なくなっちゃった。あ、いいのかこれで、これでいいの、こうなんだっけ。いっかで、なんかいっぱい人来てたよね今ね。あ、その前に、ね、カニカニ、これなんかできるんじゃない。今1個しかねえから意味ないか。どうした。あ、おしっこ我慢してるの。そんな細かく
ちゃんと作ってんの？トイレもう一個ぐらい作る？ここに。ちょっとすいません、トイレ前に。ああ、種ね。かぼちゃの種、あ、いいじゃん。また30個とか、すげえめんどくせえこと言う。ここなんか作ってたんだっけ？こまめにちょっとこういうのね。種取ってきたらでいい、あなたの話を。邪魔くさいねこれね。これでいいんじゃない？はい、じゃあ行こう。カボ、あれ？これスタミナがすぐ切れちゃうのがちょっと難点だね。こっちから行ける？あ、ちょっとやだな、海落ちそうだな。落ちちゃいけない、落ちちゃいけないと思うとなんか落ちるよね、人ってね。あ、間違えちゃった。ちょっと待って、白い石ちょうだいよ。取っておいて、取っておいてって言ってくれ。あ、間違えちゃった。くっそー、ちょっとまだ慣れてない。こうか。あ、ほら、すごくないこれ。ほら、いちいちさ、エスカレーターみたくさしなくたって、こうやって上がっていけばいいんだよ。発見だよこれ。言っとくけど、みんな知ってるって言うけどね。おお、びっくりした。え、これ合ってる場所？これ見てよ、ここ頭使っちゃう、頭使っちゃって、ヤマケン。足りるこれ。うわ、おっかねえ、おっかねえな、おっかねえな。泥足んないよね、7つしかねえ。まだあっち？これ、ね、どこに連れてく？うるさい、うるさい、お前ら。イエイ。あ、なんか来た。世界中の葉、薬の葉、薬の葉？薬草とか作れんじゃないのこれ。あ、そんな高くなかったと思うけどな。あ、あったよ。ほら、なんでこれぐらいにジャンプしても大丈夫なのに、さっきなんでやんなんで。ここだよね。よっ、導き。え、トマトだよ。あれ、かぼちゃって言ってなかった？なに、違うとこ来ちゃったんじゃない俺。あ、でもあそこにびっくりマークあるよね。もっと先？あ、いて。あ、これがありゃトゲトゲ作れるってことだよね。どういうこと？じゃあトマト先じゃない？トマトの方が近いよ。だって近くにあったんだよ今。あんた誰？臭い粉って何？意味が分かんないね。ちょっと寝る。
どういうことだこれ。あ、これよし、来た。トマトの種取っちゃったよ。いいの？あれ、かぼちゃって言ってなかった？ポンペの野郎言ってた？さあ、取ろう。あれ、言ってた？これは何なの？そんでじゃあ、あれ、誰がいいの？種取ったよ。なるべく節約してねって何を思ってるんだ。よし、お、なんかいるのかな。よ、動けなくなった。あ、びっくりした。もうバグったのかと思うよね。あれかぼちゃの話はどうした。取ったの？取ったことなってんのかな。どこ行きよって。お前は人間、ブナの木。このブナいっぱいいるのかな。うん、ああ、緑顔は関係ないよね。あ、仲間がね、アローインプを放っとくわけにはいかない。アローインプ倒すの？どこにいんの？よし、あ、いた。これ？あ、これ、あ、すげえな、攻撃力弱いんだけど、なんかあの、しびれるみたいな。ヤマケンのトークもなんかちょっとね、カミカミでしびれてますけど。ああ、もうやだな、めんどくせえなこれ。よいしょ、いた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 、オッケー。なんかいろいろ持ってんね、これ。なんか木あるよ。ブナの木とか言ってなかった？あ、すごい。すごい、見て、さっき教えてもらったやつ、一瞬で木が。それ言ってる場合じゃないんだね、今ね。あと一匹。あ、いたー、いた。あ、いっぱいいる。必死に逃げてんの、追いかけて倒すっていうのなんかよろしくないね。なんかすげえな、こいつら。おびただしい数。もういいんだよね。うるさいね、この人たち。先進めない。あ、お前まで出てきた。で、ここか。倒したよ、10匹。おい、倒したよ。ビルダーだよ。どんぐり、話聞いた方がいい。あ、なんかかっこいいのがいたんでしょ。あ、腐った。もしお前がこの地に大事を作るなら、名役が役に立つかもしれん。リリパッドとオオネズミ。あ、名役、名役がどうとかさっき言ってたね。さっきだいぶ前の話ですけど、
そこにかぼちゃがあるのかな。とりあえずかぼちゃだよね、かぼちゃ取れって言ってたもんだって。なのになんかわけわせてトマト見つけちゃうしさ。あれこれは仲間、墓場半島。あ、じゃあそこ行くか。だってトマト見つけたんだから、あと1、あ、なんかあるよほら、これじゃない？あったー、かぼちゃ。もうわっけわかんない、こんな急に埋まってるもんなの？いくつだっけ？ 30、 1個、あ、ここ1個ずつ見つけんの？あった、はい、これ壊せる？これ壊せないよ。このワンちゃん役立つね、すごく。撫でる、あ、いいな。この子も空っぽと連れてきたいね。うわ、この調子で行くんだね。結構めんどくさいね。これなんか建物ない？ここ、いい？入っていっぱい。教会？なんかあるよ。あ、なんか種はない。ちょっと待って、犬犬犬、出れなくなっちゃった。え、ちょっと待って、どこ行った？ごめん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 、はいはいはい。呆れた？呆れて探さなくなっちゃった。これ30個も見つけんの？なんかどっかでさ、ボーナスポイント10みたいないの？これそうだよね、もうワンワン言わなくなっちゃったじゃん、あんた。だって30って言ってたよ。え、なん、おわ、もうわかんないよ。なんにもないよね。あ、なんかある。種を持って、あ、死んじゃったってこと？あっちだ、あっちだ。すげえ、あ、え、お化けじゃん。これあれ？じゃあ種をいっぱい持ってた人の亡霊？あ、そうなの？あ、やっぱ教会だねあれ。教会直すの？すげえ大変だよ。登れるこれ。あ、そんな、何、もうわっけわかんない。なにこれ、どうなってんの？あれ、犬どこ行った？あ、いたいたいた。ここから入んのかな。まがまがしく変えた、そうだね。指導はこういう方が好きなのね。邪神の像壊せばいいの？聖なる祭壇。おお、ここでものづくりイベントですか。あれがないよ。町に戻る？
目、あ、さて、あ、さっきあったよね。違う、ここ、あ、これだ。こうしたっていいのかな。これもいる、これもいる、どういうこと。この木箱みたいなのさ、どこに行った。あれ、木箱はもう木になっちゃってんのかな。あ、木になるんだ。で、痛いな、もう。よいしょ。祭壇、これ差し替えるってことかな。合ってる？壊して平気？だから訳が分かんなくなっちゃうんでね、一回ちょっと、もうもうもう、これこれ、これここだったよね。合ってるっぽい。あれ、祭壇の上にろうそく置く？置くね。じゃこれを戻す。よいしょ。これ邪魔だよ。これ持てる？あ、持ってた。そっか、ここね。あ、これがいらないんだ。で、同じ場所に赤い火の取ったよね、さっき。なくなってるよ、これか。女神像、火消えちゃってるよ。あ、どういうか。で、古びた本だ。これをどかして、これを置く。一応取っとくで、本本本、はい。あ、できた。もうなかなかめんどくさかったよ。イエーイ。犬が喋ったみたいになっちゃってるからね。ありがとう。あ、そうなんだ、これ。え、ここんなとこに敵が来んの。ジャイアンかね。え、ギッタギタにしてやる。あぶない、強い、やばい、強い。どこ行った。2人しかいないんだもんね、今ね。2人でギッタギタにされる方なんじゃない、これ。パン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 。ぜ、あ、もうすっげえ壊してんじゃん、教会。よしよし、倒した。こいつだけ？いやー、危ない。しかないよね、これ一回やったら。後ろから、やばい、いやー、かかった。いける、お願い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 、よっしゃー。あいつどこ行った。よし、倒したよ。耳の尖った君、破壊の力だ。指導なんだよ、これ。指導君、お、いいね、10個。
教会の地下、あ、壁を壊していけ、ありがとう。あ、そうだ、おいでよ。あ、そういうこと。あ、これほんと出していける。落ちて大丈夫なのかな、これ。怪我しないのかな。じゃあよっ、あ、大丈夫。おお、キビトマト、かぼちゃ1個。あ、よかった30クリアした。そうなんだよ、お化けが出る。お化け出たよねえ、あ、神父さんのお化けなんだ、きっとね。じゃあちゃんともらったの、神父さんにどうぞって。収穫祭来るよって。出れないとなっちゃった。あ、つながってる、外に。よし、オッケー。じゃあこれで、あ、待って、あれダメだよ、これ全然オッケーじゃない。あれが必要。どこ、あー、もう忘れてた。どこ、わかりますか。あそこかな。あ、違う、あれお墓だよね。これ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 、教会の右手側。あ、あったあったあった、これやっとかないと来れなくなっちゃうから。はい、じゃあこれで一旦戻ります。拠点にワープ。よしよし、かぼちゃどころかね、トマトも手に入れたよ、少し。イエーイ。あ、あんた話聞こうか、じゃあ。あ、言ったの覚えてる。あ、そっか、これ話聞いてから行けばよかったのか。トマトの種ね。はい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 、話つながった。やっとつながった。こうつながってないからさ、なんか間違えてバグったのかなと思って。オッケー、持ってきたよ。トマト 30? トマト30もあった。トマトいくつある。え、どこトマトの種。あ、あ、足んない足んない足んない、探していくわ。じゃあとりあえずチャコちゃん達成ね、これでね。かぼちゃね、かぼちゃ、お化けがくれた。うん。あ、そういうの全然大丈夫な人なんだね。えーとか言わないんだ。あ、オッケー。じゃあ、まだなんかあるの？おう。気づいたらかぼちゃすげえいっぱいになってんだよね。じゃあここかぼ、あ、だトマト畑作んなきゃいけないよね。ちょ、いやいやみたいなやつだけど、今とりあえず芽が出なきゃいけないんだよね、1個ね。だからそれまで植え続けると、時間があるから。これどうなんだろう、200ぐらいまでいく？他の種合わせて。タンタン、8、9、8、7、6、5、4、3、
3、2、あ、間違えちゃった。いいやいいや。でここキャベツ、ここは、あ、ここ増えないの。新しいところに置かなきゃいけないのかな。あれ今増えたかな、分かんなかったな。とりあえずこの250を、あ、終わっちゃった。トマトはまだでしょ。あれ小麦はないんだっけ。あ、じゃあこれで終わりだ。あとじゃあ60個55個、それはいいんだけど、この芽が出ないから、とりあえずハート回収。あ、芽出た。あ、出たね。はい。あ、そうなんだ。焼きかぼちゃ、かぼちゃの煮物かな。胎児の秘密ね。そうそうそう、イケメンのビルダー、ヤマケンみたくなんかニタニタしてないっていうね。やかましいわ。まあまあイケメンでしょうが。これほら見て、そうでもないか。はい、じゃああとラストトマトかな。トマトの種を取りに行くんですけど、じゃあ今回はここで終了したいと思います。じゃあ次回あとトマト見つけて、そうするとそれで最初の目標、野菜を5つ育てるっていうのが達成になりますね。ということで、じゃあ次回トマト探しからまた再開していきますので、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。今回はありがとうございました。今日は少しだけ疲れる日だったな、明日はいいことがあるといいな。今日のキラキラは今日のうち消えた、明日のキラキラは明日探そう。なんとなくのんびり、なんとなく楽しい、山さんネイルTV、また見てね。